京日、今ただし、京日、県安七年、二百二年から、京元五年一月十八日、二百六十四年三月三日、は、中国三国時代の人物、義、職官に仕えた。字は白役、領州天水軍危険の出身、父は、京光、妻は、劉氏。子孫に、東野がいる。京氏は、代々、 天水の四世と呼ばれる王族だった。幼少時に軍の高層だった父が異民族の反乱鎮圧に従軍し戦死したため母の手で育てられた。軍に出資して上京場となった後、召されて幼州市市の従事となった。その後、かつての父の功績が取り上げられて中老の官を送られ天水軍の軍事に参与することになった。228年。 職の諸葛亮が北伐にて接近した際、大衆の馬順と共に、その偵察に赴いた。ところが、各県の降伏を耳にした馬順は、配下の領著、高僧、印将、主母、領剣、主記、脅尉、中老ら、諸葛亮と内通しているのではないかと疑い、上に逃亡した。脅尉らは彼を追ったが城内に入ることを許されなかった。このため危険に戻ったが、 そこでも受け入れてもらえなかったため、取り残された、脅威らは行き場を失い、仕方なく、職に降伏した。諸葛亮は、町邸の戦いで敗北すると、西県の専用家と、脅威らを引き連れて、生徒に帰還した。そのため脅威はこれ以後、技量に残った母と行き別れになった。諸葛亮は、脅威は仕事を忠実に努め、資料精密である。領収で、 最高の人物だろうと言い、また、脅威は傭兵に引入れ、度胸があり、兵の気持ちを深く理解しているなどと評するほど、その際を高く評価し、倉相城、笹ぐ儀将軍の官を与え、東洋抵抗に封じている。敗省師が中で引用する、孫森の雑記によれば、脅威の母親が義に戻るよう手紙を送ったが、脅威は職で栄達するという待望があるため、 戻らないと返事したとある。その後は北伐に従軍し、中官軍、清清将軍に昇進した。234年、諸葛亮の死後は、生徒に帰還し、右官軍、タスク官将軍を授けられた。また諸軍を指揮、統率することを許され、平上皇に進む風された。238年、諸葛亮の後を継いだ、大将軍将は、 死刑伐の準備のため大軍の指揮をとって、艦中に駐屯し、脅威もそれに従軍した。その後、脅威は柴に任命され、一軍の指揮を取って何度も西方に侵入した。二百四十年、脅族の名あたりの反乱に呼応して、老政に侵攻したが、各順に鎮圧されたため撤退した。二百四十三年、昭和、北伐を断念して、主力軍を艦中から撤退させた。 その際、脅威を、鎮税大将軍、領州志士に任じて北方への備えに残した。247年には、守る将軍、六将所持と昇進を続け、軍事の中枢を担うようになった。同年、三での異民族の反乱を制圧すると、老政軍に進出して、儀の各順、過去を原と戦い、これに勝ちこの地の異民族を味方につけた。領州の皇王である、 百古文等が民衆を率いて降ってきたため、これを、重県に住まわせた。三の平行エビスが反したため、脅威はこれを打ち平らげた。脅威は帰ると、不死を重ねた。二百四十九年、脅威は再び西平に出兵したが勝利を得ることなく、撤退した。脅威は、西方の風俗に通じていることや自らの才能と、武勇を頼みとし、 大規模な北伐軍を起こして、諸葛亮の意志を遂げたいと願っていた。だが、将の公認である、大将軍備は賛同せず、脅威に一万以上の兵を与えなかった。衆の三場の関心春秋によると、日は脅威に対し、我々の力は上昇、諸葛亮にはるかに及ばない。その上昇でさえ中原を定めることができなかったのだ。ましてや、我々に至っては、問題外である。 今は内政に力を注ぎ、外政は人材の育成を待ってからにすべきだと語っていたという。二百五十三年、日が義の交渉、各順に視察されると、脅威は日の後を受け軍権を握り、数万の兵を率いて、北伐を勧光した。翌年、義の理官の寝返りに乗じて、敵道権を、はじめ三権を制圧し、助出を打ち取った。さらにその翌年には、 河口原とと共に、義の王業を水の西で大破した。王教軍の死者は数万人に及んだという。この功績により、翌256年に大将軍に昇進した。しかし同年、小渡が約束を破り、小爪に現れなかったため、ダ谷で、義のトもモに大敗し、ダ谷の戦い、国力を大いに疲弊させた。脅威は、諸葛亮の先例に倣って、自らを、 五将軍、行大将軍寺へと降格させることで、敗戦の責任を取っている。257年、義の諸葛丹が、幼州で反乱を起こした。諸葛丹の乱路に乗じて、義に攻め入ったが手ず、翌258年に、諸葛丹の敗死を聞き撤退した。同年、大将軍に復帰した。こうしたことから国内では北伐への批判が高まり、この頃に、 州が、陳氏との討論をもとに、アダ国論という北伐の無謀さを批判した著書をまとめた。また、朝廷内で数少ない北伐推進派だった陳氏も、同年に没し、脅威は孤立した。このため脅威は北伐を一時中断し、代わりに、艦中の守備に手をつけた。脅威は、諸陣営を工作させて守備する従来の艦中、防衛法は、 防御力は高いが大将は期待できません。諸陣営を引き抜かせ、兵を、艦、楽の二条に集中させた上で、赤書の守りを重視して、防御に当たらせ、敵が攻めてきたら遊撃隊を領場より繰り出して、敵の隙をうかがわせましょう。敵が疲弊して撤退した時、一斉に出撃して追撃すれば、敵を殲滅できるでしょうと建議した。その結果、小当るを艦樹まで退かせ、 漢軍の往復部に落城を守らせ、正武氏に、官城を守らせた。また、西安、剣夷、武衛、関門、武城、剣章、林園に防御陣を築いた。脅威は長年にわたり軍事面のみに力を注ぎ、一切内政を顧みなかった。このため劉禅が、甲明を徴用して主職に溺れてしまい、国政は混乱した。262年。 四年ぶりに北伐を観光したが、党もぐさに撃退された。領州出身の脅威は、職官の朝廷内では孤立しがちであったため、同年に、甲明が、園境と結託し脅威の軍権募集を格作した際には、当時調整を担っていた諸葛戦や、凍結もこれに同調し、駅州志士に任じて、生徒に止めをかせようとしたほどであった。孫生、移動期。教は、 甲明を除くよう、龍禅に嘆願したが聞き入れられず、また身の危険も感じたため、これ以後生徒に戻ることができなくなった。その際に、脅威は、蝶雲ら食設立の功労者に対し、甲の送り名を送るべきと龍禅に進言した。設立の功労者らには、甲の送り名が送られた。263年、脅威は、義の信仰が近いと見て、龍禅に、蝶翼。 領家を増援に派遣するよう上表した。しかし、孔明は、鬼神や闇っ子の信託を信じ、敵が来ないと考えていたため、流禅にこのことを取り上げないよう意見した。そのため、軍神は、脅威の上表を知らされなかった。果たして同年5月、義の柴明の命を受けた、東文草、商会が進行してきたため、ようやく流禅は援軍を派遣した。一方の脅威は、 剣閣で、紹介軍に抵抗した。しかし、脅威と、紹介が退治している間に、とうもぐさが、影平から迂回して、生徒盆地に侵入し、面地区で、諸葛戦を打ち取った。この知らせを聞いた劉禅はもはや抵抗すらできず、とうもぐさに、生徒を責められる前に降伏した。劉禅降伏の法を受けた脅威は、残念に思いながらも、紹介に降伏した、食感の滅亡。 少子らは皆怒り、剣で石を切ったという。紹介になぜ幸福が遅れたのだとなじられたが、これでも早すぎたのですと答え、紹介はこの返答を非常に立派だとした。降伏後の脅威は、紹介が義に反逆する意図を抱いていることを見抜き、紹介に接近して反逆するよう提案した。その目的は、まず、紹介を義から独立させ、機会を見て、 将会と義の将兵を殺害し、流禅を迎え入れて、職を復興させようというものであった。将会は、脅威の進言に従い、遠征に従軍した将軍らを遊兵し、反乱を準備した。だが将軍らが命の危機を感じて、暴動を起こしたため計画が失敗し、脅威は、将会及び祭司らと共に殺された。去年六十三、三国志職所脅威伝の中に引く。 横によれば、義兵が彼の遺体を切り刻んでンを取り出したとき、そのンは一生増すほどもある巨大なものであったと記述されている。正義年間に、ウブン・ヤス氏によって、海明王と追造された。かつて、剣閣県剣門関鎮に墓所があり、墓碑、墓廟などがあったが、1936年に、戦線航路、現在の G.8 国道の整備のため取り壊された。 唯一残っていた墓艇も1960年代に文化大革命で破壊され、現在は跡形もない。甘縮省南東部の天水市韓国県には脅威の墓所があり、彼を祀る教皇祠が存在し、祠には脅威を描いた壁画、像などがある。また、四川省広本市剣革県の検問関近くに艦隊将軍脅威の墓が存する。 小説、三国志演技では、馬順敗下の章として登場し、諸葛亮の計略を逆手にとって危機に陥らせたり、趙雲と一気打ちで互角の勝負を演じたりしている。諸葛亮はその際を高く見込み、自らの後継者とするために計略を用いて、脅威を諸君に投稿させている。演技での脅威は、 諸葛亮の第一後継者としての趣向きが強く、基本的に才覚ある善玉に描かれており、諸葛亮の死後、北伐を続けて、時に破れる描写はあるものの、それによる国力衰退に関しては特筆されていない。これにより、晩年に獣神たちが脅威を中央から遠ざけていくということに関し、竜禅の暗具を強調し、脅威の火を読者に感じさせにくい印象になっている。 なお演技第119回では、なぜか脅威の教年を59としている。また、取り出された肝も、経卵ほどの大きさと、史実よりも、大幅に縮小されている。横山三つの、三国志では、諸生正当戦に対し諸将と共に、剣閣の要害に立てこもりレニー氏弓で抵抗している。このため、東モグは、脅威との戦いを諦め、別動隊を率いて迂回し、 生徒を攻め、脅威が、紹介率いる義の主力と戦っている間に、流禅らを降伏させてしまう。流禅らの降伏を知り、流禅から降伏の直命を受けた脅威は、諸葛亮から託された職を守れなかったことを嘆きつつ、岩に剣を叩きつけており、他の兵士らと共に投きながら、それに従い降伏するという締めくくりになっている。才能については、諸紹介だけでなく、 東芝も高く評価し、将は、北伐を脅威に任せようとしていた。反面、堅くなに北伐を行ったために、州をはじめとする宮中の官僚や、領下、長津らの将軍にも非難されている。義の紹介は、脅威を高く評価し、義の名士と比較すれば、高級、諸葛丹、大将、過去を言語及ばないと評した。BR また脅威に何度も、苦敗を舐めさせた。 トウモグサも、東大の英雄であり、私と会ったがために、旧しただけなのだと脅威を称えた。B.R. 精神の歴史家、各赤津は、著作、疑心予もにおいて、時の職の観測は皆な天下の英春であったが、脅威の右に出る者はいなかったと評した。精神の王隆氏は、生涯の知略は長領になすと称えられた。脅威はこれを行くもなく、 落とし入れたのだからその知略はそれに勝るものであったと、言えよう、惜しいかなと評した。三国主の戦者陳述は、脅威は、文武共に優れていたが、他年に渡り国力を無視した北伐を観光し、諸の水防を早めたという批評を下している。また、孫森は、脅威は防衛の任務につきながら、敵を招き寄せ領土を失った。滅亡後は、幸運にも、 生涯の向上を受けておきながらも、生涯を裏切ることを考え、道理に外れた成功を得ようと望んだ。なんと、愚かなことだろうかと断じている。一方、敗将氏は脅威に対して、好意的評価を下しており、脅威の死後、客ただ氏がその人格を高く評価した文章に対する、まごもりの通列なる批判について、再批判を加えている。また、当身の官報は、 食の滅亡時に死ぬことができず、生涯の乱で死んだのは、死ぬべき場所を得られなかったからと言えようという意見を述べている。また、僧の子三世は、脅威の地は、生涯を手のひらで転がすに足るものだった。時間と命は限られており、どうして行わずにいられようか。脅威の心は、終始、勘のためであり、潜在の機会のもと、二のごとく輝いた。陳樹や、 孫ゴモが変することは誤りであると述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。